横山のハッピーフォーエバーチャンネルキラーンということで、はい、はい、よろしくお願いします。小山です。ちかです。ちえこです。はいはい、今日はどんな話題を。今日はですね、まあ、早速どなたか来てくださいました、はい、来てくださいましたね。今度はちょっと俺入れようか、はい、こんにちは。初物ありがとうございます。 ありがとうございます、はい、すいません、はい、今年できてね、ありがとうございます、はい、人の出入りが分かる。こんなんいただきました。こんなお店です言って、ね、はい、はい、あっちね、こっちね。と満を持してですね、うん、ちょっとコロナでいろいろなものがね、うん、やっぱりこうやったかーんとか、うん、中止になったりしてる中でですね、うん、やっぱりね、こうだんだん春になってきましたでしょう、うん、もううずうずしてきてね、うずうずしてきましてね、動き出したいと。そう、うん、でまあなんていうんですか、いろんなものを、防止じゃなくて、なんていうの、対策を取りながら、このね、感染対策、そう、感染対策を取りながら、うん、何かこうやっぱ動いていかんと、うん、確かにね、そう、何も進まへんし、うん、もうやっぱり元気出すために、うん、皆さんに笑顔と笑いを届けたいなと思いまして、うん、中村文明さん公演を待ってました、開催したいと思います。やっぱこんな時だからこそですよね。そうなんです。で文明さんももう1年間ずっとやっぱりオンラインじゃなくてスーパーオフライン、人、うん、皆さんの前に届けたいということで、はいはい、去年から何ですか、責任は僕が全部取る、何かあったらって言って、はいはいはい、1回やられましたよね。そうそう、去年急遽やったんですけど、うん、ツアーの第一発目ですね。一発ポペットポスパって。はい、そうなんです。文明さん来てくれて、大きいアクリルの、そうそう、こうできて、対策して完璧にして、まだ今もその文明さん主催がずっと続いてるんですよ。年明けたら。うん。すごい。ほんで今回はもう私主催で、はい、僕のチーム主催で、まあ、させていただくんですけど、もう単独でね。そうです、はい、その代わり今までは450人入る青山ホールっていうところだったんですけど、もう、まあ、このねご時世ですね、半分にして200人限定で、場所は変わりますね、場所は変わります、青山ホールというところで、はい、青山ホールで本当は450人入るホールを、うん、はい、あえて200人しか入れずに、200人入れずに、贅沢な、本当に、うん、はい、でしかもですよ、はいはい、しかも、はい、あれです、文明さんだけじゃなくって、うん、もう一方とのダブル公演でしたいと思いまして、二部制ですね、二部制で、へえ、はい、でその方がですね、うん、池間哲郎先生と言います、うん、あ、私お話聞いたことあるじゃないですか、はい、はい、12月来てくれましたね、はいはい、そうです、そうです、うん、一度来ていただいたんですけど、はいはい、もうどうしてもやっぱこのお二人をコラボしたいなっていう思いがありまして、お初なんですか。お初です。文明さんにも池間さんにも聞いたら、コラボではしたことないって言ってましたんで、うん、はい、楽しみで、そのね、中村文明さんはだいぶ浸透してきます、してきますけど、うんうん、池間哲郎先生はどんな人かっていうのは、うん、千佳先生が、またそんな私に振る聞いてないよ、本当聞いてない。池間哲郎先生は、うん、アジアチャイルドサポートっていうのを運営してはんねんな。そうそう、 NPO 法人、うん、アジアチャイルドサポート、アジアの貧しい国々の子どもたちを支援するっていう活動をずっとされてるんですけれども、はいはい、そのなんか実態であるとか、その中で日本がどんなに素晴らしい国なのかっていうことを伝えてくださってる先生で、本当にこう涙なくしては聞けない、うん、そういう講演会をしていただけると思うので、うんうん、そうだ、私もちょっとだいぶ記憶が薄れてきちゃってるんですけど、確かに話お話聞かせてもらった、うん、あとはいやもうこんなことしてる場合じゃないわっていうになりますね、気持ちになって、はい、やっぱりいかに自分がね恵まれた生活してるかとか、うん、まあ、その分やっぱりもっと世界に目を向けて、はい、自分のできることしないとなって気持ちになったことを思い出しました、うん、はい、ちょっと今忘れかけてます、はい、そうね、本当そうです、もう人は忘れるので、はい、もう一回しましょう、はい、もう一回その講演会をじゃあ聞いて、そうですね、うん、あで200名限定にさせてもらったんですけど、うん、これねどっちもファンが いらっしゃるので、うんうん、結構ね埋まると思うんです、早めに、うん、ですんでもう早物勝ちなので、早めにぜひ、はい、時間配分とか
うん、あとね、90分90分でお願いしようと思ってるんです。で間にちょっと休憩入れましてね、その間になんか裸踊りでも誰が見たい。いやコアなファンがおるからそれは歌聞かせてください。歌もね、そうで、ただまあこの時期なので歌もちょっと難しいかもわからへんなって思って、ね、対策はバッチリするんですけどね、うん、歌じゃない方がいいかも。裸踊りの方がいいか、無言で、そう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 見てみたい。は初めて聞きますけど確かに中村文明さんはもう何度もね、うん、来てくださって、はい、もう何回目ですか？6回目か7回目ですね。しっかり覚えてないっていう。で何回もね、ほんまに来てくださって、うん、本当にまだ名前聞いたことないっていう方のために、うん、ゆきちゃんからちょっと熱いご紹介を。はい、わかりました。あの中村文明さんはですね、はい、年間年間300箇所以上ですね10年以上あの公演を全部依頼で10年間されてたんです。10年以上されてたんですけど、ですね、呼ばれてね、そうそうそう。でどんな話かって言ったら、自分の実体験をもとにして、それがジェットコースターみたいな人生なんですけども、うん、それを面白おかしく、そして涙もあるし笑いもある、うん、あ、じゃあ涙もあるし、うん、学びもある、うんうん、文明さんのエピソードを話しますね、うん、その20代前半に大阪から東京行くまでの新幹線乗るじゃないですか、うん、その時にね、あれって隣にたまたま座る人はご縁ある人じゃない、え、ご縁あるんじゃないかと、うん、ご縁がある、そう、電車で隣り合った人、そう、新幹線でね、うんうん、1車両100人座れるので、はい、16車両あるので1600分の1の出会いだと思って笑いこらえてるやろほんまですね。そうなんですよ。あ、そう考えたらそうやと思って、うん、これは友達にならないとと、こんにちは、こんにちは、で1600分の1、うん、1の出会いだっていうことで、これは友達になろうというふうに考えたんですね、まあ、そこでそう考えるのも不思議な人 で、 そうですね、で文房具屋さん行って300枚入る名刺ファイルを買ってきてね、背表紙に新幹線友達って書いたんですよ、で文明さんすごいのは、これ300枚名刺貯まった時に俺の人生どうなってるやろって思ったんですって。面白いなと思って、ほんで乗るたびにね、こんにちはって言って声かけるんですけども、怖いじゃないですか、初対面やのに、ほんで笑顔になればなるほどみんな怖がるって、なんかこう宗教の勧誘、怪しさがある宗教の勧誘なのか、お壺売られるんかと思って、中には立ち上がって出ていこうとする人もいるって。でもその日もこう、ある日断られて、もういいやと思って、ワゴンサービスのお姉さん来られたんで、コーヒーくださいって言って、で頼んだんですって、ほんでチャック付きの小銭から出した時にバラッてぶっちゃけてしまって、ほんでああと思って拾ってたんですって、ほんで隣の人も一緒になって拾ってくれたって言って、ほんですいませんどんくさくってって言ってる時に、ってひらめいて、でこんにちはと言えば怖がるくせに、小銭をばらまけば一緒になって拾ってくれるんやって、これで壁が外せれると思って、新幹線乗るたびに小銭をばらまいてたんですよ。おすごいそうなんですよ、わざと、いろいろね、そこからこうコミュニケーション取るんですけども、話をメモ取りながら聞くと、そしたらどんどん話してくれるっていうのを、気持ちよくなってかなんか知りませんけど話してくれて、ほんで大体静岡ぐらいまで来たら、俺はもうお話したけど、基本的に君はどうなんだみたいな話になって、そっからはもう任せてくださいで、うわーって話して、ほんでまあやっぱ話したら面白いので、で東京駅着いて、もういつもやったら寝てる新幹線で暇やのに、なんか兄ちゃん隣に座ってもらって面白かったわって言って、そこですかさず、あ、じゃあこれもご縁か分かりませんので名刺交換をって言って、名刺交換させてもらって、で終わったら、そっからまたすごいのが、はがきを忍ばしてあって、はい、もう名刺交換してからですよ、はがきを出してきて、そこで中村、新幹線で隣に座った中村文明ですと、この点の出会いがご縁なら、これが線につながって目に広がっていけばと思いまして、一筆書かせていただきました、ありがとうございますって言って、東京駅より中村文明って言って電話番号も書いておくんですと、ほんでそれでそのポストに入れるじゃないですか、で東京近郊の人は翌日にも
届いてるんですよ。で朝出勤したら、まあ、デスクにあるわけじゃないですか。で誰よこれって言ったら、昨日の青年かってなって、ほとんどの人が連絡くれた。うわ、そっからまた会おうかってなって、ご縁つなのがあって、いやだからやっぱりその行動力がすごいですよね。すごい、思いつくのはまでは言ったとしても、うんうんうん、ほんまにやる人って ね、 そうですね、なかなかいないけど、うん、やっぱそれをずっと積み重ねて、実際そんだけオファーが来て、講演家として忙しい忙しいって日々送ってこられた中、コロナになってもずっとそのアクションを続けてるっていうのがやっぱすごいなって、うん、本当にすごいなと思います ね、 そうですね。もちろんあれですもんね、その活動が海外台湾の方に行かれたりとか、うん、あの引きこもりの子たちのね、うんうんうん、あのサポートのお仕事されたりとか、農業とかレストランとかもとにかくいろんなことされてるので、もうあとは会場に来て聞いていただきたいと、うん、はい、もうやっぱりオフラインじゃなくてオンライン、オンラインじゃなくてオフライン、オンラインじゃなくてオフラインだからこそ伝え割る何かがやっぱり絶対あると思いますので、うんうんうん、はい、皆さんもこぞって7月3日の土曜日です、はい、七三の日って覚えてくださいもう絶対覚えたんでしょうか、はい、あの青山ホールの方で、はい、はい、あ、まあ、まあ、ちなみにですね、まんまん万が一なんかもうコロナでうわーってなるそうでしたら、あの、うん、会場じゃないわ、何やったっけ、延期かもうストップっていうことも可能性ありますので、うんうん、それだけまあお伝えして、はい、はい、分かりました、はいはい、では皆さん会場でお待ちしております、はい、よろしくお願いします、はい、ではダイヤモンド小山のハッピーフォーエバーチャンネル講演会します、バイバーイ。